どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京グールリーインボーク。メンテナンスが終わりまして、第18回新しい占領戦が始まりました。それと同時に、特等の遺伝子、黒岩武臣がプレミアムガシャの方に登場していますね。では、早速キャラの詳細の方を見ていきましょう。ステータスは9717、攻撃力が400プラスされて、なんぼだ ?1 万、いや違え、1185で防御力が500プラスされて、948ですね。まあ、ステータスはいいんじゃないでしょうか。HP はね、1万乗ってて欲しかったかな。それぐらいですね。ステータスはいい感じ。で、固有アビリティですね。金属製キラー、ダブル S プラス、プレミアム結構固有アビリティとか上がってきましたね、レベルが。金属製キャラクターへのダメージが 1.7 倍になる。なんで、水属性に強いと。草タイプで水属性強い。で、攻撃力アップに、防御力アップに、ダメ化の B ですね。受けるダメージ 10% カット。これ別に A でも良かった気がするんだけど、20% は全然カットしてくれてもいいんじゃないかな。で、ガード無効化 S ですね。攻撃対象のガードを完全に無効化する。ガードしてくる敵っていたっけな。あんま記憶ないんだけど。で、クイーン系ですね。つなぎ、ハード。手加減はしかねるレベル5。2ターンの間、自身の攻撃力を2倍にするが、同時に自身の防御力が 0.9 倍になる。敵単体へ攻撃力 0.8 倍ダメージを与える。2ターン攻撃力2倍かな。これ、ウリみたいなあれだね。ウリと似てるね、スキルは。内容的には。同時に自身の防御力が 0.9 倍になるんですけど、まあ、0.9 なんて正直誤差の範囲だし、まあ、防御バフとか敵に攻撃力デバフかけてればもう全然関係ないと思うんで、まあ気にしなくていいかな。で、敵単体へ攻撃力 0.8 倍のダメージを与える。どれぐらい火力出るんだろうな。この水キラー WS プラスが乗って、どれぐらい、クリティカル乗ってどれぐらい火力出るんだわかんねえけど。ま、今回プレミアムに黒岩。これさ、どこのシーンなんだろう。どこのシーンなんだろう、あのし、クイーン家とか使わず締め殺したとこってまだ早いよね、正直。まだ早いもんな、そこ。どこのシーンなんだろう。ちょっと待って、思い出せないわ。今どこら辺なのかも思い出せない、正直。コックリアでしょ。わかんないですね。まあ、10連、あ、闘争見ていこう。AAA1 だ、トリプル S マイナス。まあ、これ普通ですよね。こういう系のキャラクターばっかりです、基本的に。この最初の攻撃の、これはなんだ、攻撃力かな、頻度かな。頻度はあれか、3番、いや、これ、こういう頻度ね。頻度とか、足の速さとか、あれかな、あの、範囲かな、これは。とかが B とかになって、キャラの方が逆に珍しい。みんな AAA1 のトリプル S マイナスかダブル S マイナスぐらい。で、スキルの方が14秒間味方司令官の、指揮官の攻撃力プラス3か。あんま意味ないな。指揮官って君でしょみたいな。プラス3か。まあ、普通に防御力アップとか攻撃力アップとかの方がいいのかな。時々闘争負けるんですよね。疾風陣雷以外のあの、陣営に。てかみんな闘争やってんの。俺結局いつもスタミナさ、最後50ぐらいの。50ってだいぶだと思うけど、めっちゃもったいないんだけどね。時間がなくてなかなか。というわけで10連引いていきましょう。プレミアムなんか久しぶりに引く気がするんだけど。プレミアムをさ、まあ、キャラ愛とかもあるんだろうけど、プレミアムをこう引いてる人っているんだろう。これあんまいないよね、気がするのに。さてさて、これはまさかの10枚目捜査官の SSR。 ここで黒岩武臣が来るー。いやマジで来たんだけど。手加減はしかねる。はい、というわけで、プレミアムキャラはね、ちゃんと対象のやつを一発で引く僕でした。フェスゲンはなかなかひらみぐらいしか一発で引いたことないんじゃないかな。今、オールのリバイバルは来てますね。まぁ、ちょっとオール見るとね、ガシャで沼った時のことを思い、オールとムカデとハイルに関してはガシャで沼ったことを思い出して吐き気するんで、もうあんま見たくないんですけど。はい。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。